皆さんこんばんは、上水祐希でございます。この番組はサイコパスである私がサイコパスならではの切り口で語ることによって、感情豊かな皆さんにとって斜め上の視点に触れたり、サイコパスについての理解を深めるきっかけになることを目的としています。ぜひ最後までお付き合いください。本日は思考停止についてお話ししたいと思います。まず思考停止とは、自分の頭で考えたり判断することが難しい、そういった機能が著しく低下している状態を言います。思考停止している人の割合ですけども、これはね、なんか感覚の話になってしまうので、ちょっと恐縮なんですけども、私の肌感覚ではですね、6割から8割の人がですね、この思考停止に当てはまるんじゃないかなというふうに思っています。もちろん、程度の差みたいなのもありますので一概に言えないんですけども、それぐらいね、多くの人が思考停止なんじゃないかなと、私には、そういうふうに見えています。で、なんでね、こんだけの多くの人がね、思考が止まっちゃってるのかなっていうことを考えたときに、時代というか環境にね、問題というか、そういった原因がね、あったかなというふうに思います。私は今34歳なので、ちょうどね、平成を丸々生きてきたような世代になるんですが、思い返してみるとですね、昭和の何でしょう、高度経済成長期みたいなものを引きずって、全然経済成長してないんですけども、もう緩やかに衰退し続けた30年間だったんですが、そういった昭和のなんかイケイケどんどんの時をですね、現状維持し続けてきた30年間だったのかなというふうに私には見えています。もちろんですね、そのレールからはみ出してね、チャレンジングなことをやって時代を作ってきた方も、ごくごく一部いらっしゃるわけですけども、やっぱメインストリームとしてはですね、何でしょう、エスカレーターですよね。もう自動的に、学校卒業して大学に行って、大学に行ったら就職してみたいな、王道があったと。もう何でしょう、誰も否定することのできないような王道があった、そんな時代だったのかなというふうに思います。で、実際僕が、高校卒業する時とか、そうですね、周りの同級生がこう大学を卒業するタイミングだとか、そういった中でもですね、そのエスカレーターみたいなものが綺麗に機能していて、そこから外れている人はですね、なんかちょっと軽蔑されるような、そういったね、雰囲気が、かなりまだ強かった、時代かなというふうに思います。はい。なのでね、下手にそのこのエスカレーターに乗ってていいのかな、自動のこのね、エスカレーターに乗り続けてていいのかなとか考えるよりも、何も考えずですね、エスカレーター乗ってた方が、安全だし、最もね、誰からも否定されることもなく、それなりの給料ももらえてっていう、ことが可能だったのでですね、ある意味思考が止まってる方が良かったと。で、またいわゆる昭和の幻を、追いかけ続けている平成の時代の企業ですから、これって本当にこれでいいのかなみたいな疑問を持ってもですね、組織 に対して突っぱねられてしまうと、組織から、ね、突っぱねられてしまうと、理不尽を、ね、飲み込む力を持っていた方が良くて、下手に理不尽に対して、ストレスを感じて、これってちょっと違うんじゃないですかみたいなことを言ってると、むしろね、出世コースから外されたりとかですね、よりストレスフルな生活になってしまうので、下手な疑問を持たずに、理不尽をただただ、受け流す、思考を止めてね、受け流す方が、健康的にというか、ストレスなく生きていけた時代だったのかなというふうに思います。ただですね、ご存知の通り、今というか、もうずっと言われてあったんですけど、もうこのレールも壊れてしまって先が見えない時代だっていうのは本当もうずっと言われてきたんですけども、実態としてはそういったエスカレーターがずっと残っていた、そんな感じでした。ただ本当今この2020年ですね、世界がものすごいことになってますよね。これでいわゆるレールみたいなものは強制的にぶち壊されると、いうことになりました。なので認識が変わって、行動が変わるんじゃなくて、もう強制的に環境が変わって認識が強制的に変えられて、行動も強制的に変えられていく、そんな時代に、突然突入したかなというふうに思います。リモートワークだってですね、この数年ずっと言われてきてたわけですけども、それをやってるのはですね、一部のなんかノマドみたいな人たちとか、一部のですね、どこでも働ける人々、ぐらいでした。もう普通のサラリーマンは、なかなかね、そんなリモートしますとか言ってもできない状況だったわけですけども、今やですね、リモートしてくださいと、出勤しないでくださいみたいなことになってるわけですから、ものすごい変化ですよね。強制的に環境が変わったので、そういった常識も変わったってことなんですが、そういった感じで、時代が変わってしまいましたと。
で、まあだから、そうやって突然何かこうピンチの時とかっていうのは突然そうやって環境が変わりますので、思考が止まっちゃってると、その次の、状況にパッと適応できなかったりとか、自分がそこでどういうポジションを取っていくか、どんな風に行動していくかってことを自分で考えれないわけですから、すごく不安な状態になってしまいますよね。はい。で、そういう意味でね、すごく安定している時っていうのは思考停止でもいいんだけども、やっぱりちょっとでも不安定な時っていうのは思考が止まっていると危ないよっていう、ところです。で、今日はですね、じゃあ自分が思考が止まっているのかな、どうかなみたいなことをチェックする、質問をしてみたいなというふうに思います。道幅10メートルの横断歩道、まあすごく狭い道道路ですよね、の横断歩道、そこで、赤信号ですと。赤信号なんだけども、車は全然来てない、人も通ってません、あなたしかいません、その時あなたはその赤信号を、渡りますか。道幅10メートルの道路、赤信号です、誰も来てない、車も来てない、あなたは渡りますかという問いです。ちょっとですね、考えてみてください。で、ぜひその理由もですね、明確にして考えてみてください。これをですね、いろんな人に質問してみると、すごく面白い違いが出ます。で、ここで問いたかったのは、別に赤信号で渡るとか青信号で渡るとか、そのどっちを選ぶとかっていうのは、正直どうでもよくて、どうでもよくて、ルール上はまあ青を選ばないといけないのかもしれないけど、まあこのね、ちょっと思考実験なので別にどっちでもいいですと。赤を選んでもいいし青を選んでもいい。ただそこには必ず理由が伴うはずなんですね。それを、その理由を聞いていけば、思考停止してるかどうかってことがすぐにわかると。で、例えばですね、赤を選ぶ人っていうのはね、結構思考止まってないパターンが多いんですけど、まあ赤を選びました、赤信号でも渡ることを選びました、なぜなら、信号ってそもそも安全を守るためにあるんですよね。で、今車も来てない、誰も来てない、10メートルのたった10メートルの道だ、安全だと判断したんで渡りますっていう答えの人もいる。他にはですね、例えば、時間の無駄だからもう渡っちゃいますみたいな人もいる。これはもう時間を節約したいっていう理由がありますよね。安全だし。で、青信号を選ぶ人になった途端ですね、急にこういう人が増えます。いや、ルールだから守ります。とか、みんなそうしてるから渡ります。待ちます。みたいなですね、ことですね。で、これが、いわゆる思考停止の典型的なパターンです。青信号を選ぶことが悪いんじゃなくて、青信号を選ぶ人の理由の多くがですね、ルールだからとかっていうことを言っちゃいます。これはね、理由ではありません。理由ではありません。なぜなら、ルールだからとかって言ってる人もですね、例えばニューヨークに行って、一週間過ごせばわかるんですけども、ニューヨークの人はみんな赤信号渡ります。みんな渡ります。もうね、9割以上の人が、赤信号でも渡ります。そういう、だから、ルール上は、青を渡るんだけども、もう運用上、もう安全だったら赤でも渡っていいよっていうのが浸透しちゃってるから、ルールみんな破ってるわけですよね。赤で渡ってるわけですよ。でもみんな渡ってるんで、みんな赤で渡り始めると。これってもう理由とかなんとかでもなくて、みんなそうしてるからそうしようっていうことをやってるだけなんですよね。これには理由がないので、いわゆる考えてないということになっちゃうんですね。だから青信号のでルールだから待ちますという人もニューヨークに行くときっと赤信号で、渡っちゃうんじゃないかなというふうに思ったりするんですね。はい。で、じゃあ青信号の人はルールだから以外に理由あるの？っていうふうに思うかもしれませんけども、たくさんありますね。はい。例えば、ルールを破っているところをもし誰かに見られたら、そのルールを破っているところを見られるのがちょっと恥ずかしいとか、その気まずいみたいな気持ちがあるとか、もしくはルールを破っているところを見られて、なんか例えば警察に見られて怒られたりしちゃ嫌だなとか、あとは、自分はルールに対して、誠実でありたいと、誠実な人間でありたいから、いつだってルールというルールは守るんだっていう人もいますよね。で、子供がもし見てたら教育上良くない、赤信号でも渡っていいんだって思わせちゃったら良くないから、自分は絶対に青信号でしか渡らないっていう人もいるかもしれません。あとはなんかこう神様がね見てるかもしれない、誰も見てないかもしれないけども神様が見てるかもしれないから自分は青で渡りますっていう人もいるかもしれない。あとは、この法治国家の中で、ルール、社会の秩序を保つためにも、ルールは絶対的に守るべきだみたいな、強いその秩序意識がある人もいるかもしれません。そんな感じで、青を渡る理由一つとっても、もちろん、ルール上、
青は渡るのが正しいんだけども、そのルールはルール、ただ一個人としてそのルールを守っている理由っていうのを、パッと思いつくかどうかってことが大事なんですね。なので今の質問には、赤だろうが青だろうが、まあ、何でもいいんですけども、その理由を、まあ、今のどれかに当てはまるか、もしくはまた別の理由かもしれませんけども、その理由をパッと、明確に言えたかってことが、まあ、思考が動いている人の、特徴なので、もしそれがパッと出てこなかったり、まあ、ルールだからとかって言っちゃう人っていうのは結構危ないので要注意、していただけたらいいかなというふうに思います。だから基本的にはそのみんながやっているからとか、ルールだから決まってるからずっとそうだからみたいなところがですね、思考停止の人のまあよく言う口癖だったり、行動パターンだったりします。そこはねちょっとなんか当てはまる方はちょっと気をつけてみればいいかなというふうに思いますね。でまあつまりですね、みんなやってるからっていうのが一つテーマだとすると、多数派みたいなね人に起こりやすい病なのかなというふうに思います。自分がまあ思考が動いてるかなどうかなっていうのもあるけども、まあよくねその結果として多数派みたいなところに、所属しがちな人はね、それは仕事がそうなのかもしれないし、まあなんでしょう、社会的な属性がいわゆるまあボリュームゾーンにいるとかなんかわかんないけど、とにかくその多数派の中に自分が所属している場面ほどちょっと意識的にねそこは考えてみていただけたらいいかなというふうに思います。じゃあ次の質問に行きます。あなたは1日何食、食事をとりますか？そしてそれはなぜですか？まあ、さっきと同じ質問です。まあ、これはね、3食だろうが、2食だろうが、1食でもいいんです。もう、そんな、別に僕は、栄養士ではないですから、何食が一番いいよ、みたいなことをね、言える立場ではありません。ただね、自分が何食です。それはなぜならこうだと、いうことが、まあ、パッと言えたかどうかってことは大事かなと思いますね。はい。で、私はまあ、1日2食なんですけども、理由としてはですね、こう、食べ過ぎるとというか3食食べると、結構その消化するのにすごく疲れちゃう、体が疲れてしまうので、1日8時間以内に全食事を済ませるっていうことを結構意識していて、そうなるとですね、おのずと、昼と夕方みたいな食べ方になってしまうというところで、まあ2食って感じになってますね。はい。なので消化で疲れるというところです。で、もう一つ理由があるとすれば、ちょっと年取ってきてですね、ちょっと太りやすくなってきたので、あんまり量は食べないようにしようというところで、ちょっと食事を減らしているというようなところもありますね。はい。そんな感じで自分がなぜ2食なのかってことをパッと、思いついてパッと言えるということは、まあ考えて2食にしているってことなんですね。はい。ぜひこれもね、今まで考えたこともなかったって人はですね、まあそれは別に思考停止というよりは初めて考える機会があったってことなので、まあこれを機に考えてみて、なぜ自分はまあ3食食べているのかみたいなことを改めて考えてみて、のもいいのかなというふうに思います。で、まあ今日のね、この2つの質問を通して、こうまあ自分はちょっと思考停止してるかもしれないって、思っちゃった方はですね、まあ別にだからもう終わってますよって話ではなくて、今からでもですねできるトレーニングっていうのがあるかなというふうに私は思います。でそれはですね、確かに今日始めれば今日から思考が急に動き出すかっていうとそういうわけじゃないんですけども、最初は強制的に、頑張ってやらないとダメだと思うんですけども、全然ね遅くないと思います。今から毎日、習慣づければ全然誰もがですね自然と考える癖がつくと思いますんで、今から言うね簡単なトレーニングをですねやっていただければいいかなというふうに思います。で、まあ難しいことは言いません。最も合理的な思考が動き出すトレーニング、これはですね何のためにっていうのを、口癖にするってことです。何のためにです。例えば、1日3食食べます。何のために、信号を青で渡ります。赤は渡りません。青になるまで待ちます。何のために、毎朝満員電車に乗って通勤してます。何のために。こんな感じですね。何のためにと思い続けるとですね、まあ、思考が、まあ、強制的に働かざるを得ませんよね。それをあらゆる場面でやっていく。料理を作っている時もそう、何でしょう、家に帰っている時もそう、誰かと会っている時もそうです。何のために今この人と会っているんだろうとかね、そんなことを考えてみると、まあ、思考が動き出しますね。まあ、今度ね、それが癖づくとですね、無駄なことがちょっと
まあ何のために言ってるものを見出せないものにですね、急にこう魅力が、感じられなくなってたりとかするっていう副作用はあるんですけども、まあこのね、まあ自分の頭で考えて判断しないと、ちょっと命さえ下手したら危ないような時代はですね、まあしっかり考えていくってことは大事なのかなというふうに思ってます。まさに今ですね、世界的な大ピンチ、そしてそれに伴いですね、社会の構造自体がガラッと変わりかねないような状況ですので、まあみんながそうしてるからっていうのに便乗するとですね、ピンチの時ほど要はパニックになってる人に便乗することになりますから危ないですし、じゃあ安全に安定してからっていう意味でのみんながやってるからそうしようにするともう遅すぎるっていうのがあるんですよね。だからいち早くやっぱり自分で考えて新しいポジションというか、どう考えて行動するかっていうのを自分なりに確立していかないと、こういったね変化が激しい時代っていうのは取り残される、もしくはですねまあパニックの人に便乗して命を落とすっていうことになっちゃったりもしますんで、ぜひ自分での頭で考えるってことの、大事さみたいなことに自覚していただいてですね、今日から何のためにお口癖にしながら日々を送っていただければいいのかなというふうに思っています。本日はですね以上となります。思考停止に気をつけて、思考停止なんかね人をバカにしてるような言葉に聞こえたりするかもしれないんですけども、本当にね結構危険な病だと僕は思いますんで、ぜひぜひちょっと自覚症状がある方は意識的に取り組んでみてください。それではさようなら。小さい